日本埼玉県秩父郡東秩父村、白石白石は埼玉県秩父郡東秩父村の大技。郵便番号は355-0377、東秩父村南部に位置する。北でみなだに、北東でみど東で、引き軍小川町、腰越,越、南東で、引き軍時川町、大野、西で、秩父市定峰、みなの町三沢と隣接する。 障子として、元月川、本港、白石、細山が挙げられる。月川最上流域にあたる山村であり、谷合に民家が点在する。白石南部の港の町と、東秩父村の村境にあたる定峰峠には2000本の桜並木が植えられ、観光地化が進んでいる。縄文時代の住居跡及び、平安時代の寺院跡である体来石、平安時代の寺院跡、 釈伝デラートが残る。平安時代に成立した玉川領竹光僧に属したと言われる。新編武州文書によれば戦国時代には八方城秩父ぐるの僧事、永全を命じられたことが天正14年3月13日の北条司法書に十件白石とあり、この白石が白石村の在地領主であると見られている。徳川家康の江戸入城後は江戸家を通じて、 江戸幕府の直轄領である天領だった。武蔵田園墓によれば、村高は22国余り、他に上船約125分、元禄豪町では95国余りとされる。旧高級領取調べ町では、秩父軍隊、木村飛田主支配として95国余りが、計上されている。白石村は、分水嶺の東側にあるが、秩父軍の軍艦に属する外秩父十五家村の、 一つに数えられている。明治時代に入って1884年4月1日、町村政志向に伴いこの秩父郡坂本村連合湖町役爆域の四家村は合併して月川村となり白石村は月川村の大技白石となった。戦後の1956年には月川村が大河原村と合併し、東秩父村を新設。 東秩父村の大技となった。1947年のキャサリン台風では大きな被害を受け、またしばしば逃走害、障害を受けた。白色の石が多く見られることに由来する。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。地内に鉄道は引かれていない。バス路線を使って小川町駅が利用できる。 毎年5月発牛の日に神送りと呼ばれる、役よけの行事が行われる。各集落の年番3人、神主、子供10人余りが参加して、村に災いをもたらす邪霊を損害に追い払う。竹製のみこしと、なる神を送るぞ、薬病神を送るぞと書かれた小旗を押し立てて、村境で川に捨てる。この際に村境に、長さ40センチほどの大わらじを下げる。ありがとうございます。